クラブバニラは2003年10月から2007年3月まで東京都港区六本木に存在したクラブである。バニラは六本木駅と歩一分に立地する TSKCCC ビル内にて営業を行っていた総面積約500坪、総収容人数3000人以上の大型クラブである。オールミックス系イベントを中心に社会人や学生など幅広い客層から人気を 獲得し、週末には1日あたり2000から3000人が来店した。また著名な歌手、ミュージシャンによるライブや、女性誌、ファッションブランド、飲料メーカーなどとのコラボイベントを頻繁に開催していた。1階はエントランスで、2階と3階の2フロアから構成される。2005年8月3日に、東芝 EMI より発売されたトークラブの CD。 株式会社 f o r s ドド e c o m は2005年4月7日より、クラブバニラ、クラブアトムとの連動企画を開始した。各クラブで流れる人気の楽曲を自社コンテンツ上で配信するサービスで半年間の期間限定の企画であった。なお、同時期には、テレビ、東京系列でトランスを扱った番組、トランス、ラバー、ガールズラバーが放送されていたが、いずれも、 同社の単独スポンサー番組であった。エキサイト株式会社は2005年11月1日より各キャリア向け着歌着歌フルサービスを開始した。六本木のクラブバニラ、渋谷のクラブアトムとのイベント連動を行い、国内の各レーベルや DJ と共同で最新トランス楽曲を提供。コンテンツの特徴は以下の通り。ありがとうございます。